今日ですね、令和5年6月20日ね、11時26分回りました。今日は20日ということでね、休業日でございます。いつもね、給料日ルーティーンということで、ゆうちょ銀行に入る給料をね、もうクソ会社やからね、みずほに直接入れてくれたのに、ゆうちょしか入れてくれへんから、わざわざそこから自分で動かしに行かなあかんのね。うん、今月ね、明細見ると、ね、25万ぐらい入ってるんでね、これをね、ゆうちょ銀行からね、みずほ銀行に移しに行って、ね。その他ね、チャンネルの視聴料入ってるかどうかね、確認がてらね、みずほ、理想な UFJ 住友のね、通帳記念にね、行ってみようと思います。ということでね。では次は銀行から、行ってきます。はい、ようやくね、給与が吹き込まれております郵便局でね、1件目到着いたしましたのでね。押していこうと思います。マジね、入っていこうと思います。じゃあ、はい、ということでね、1件目ね、郵便局からね、25万円ちょっとね、下ろしてきました。25万3000円でございます。ありがとうございます。じゃあこれをね、みずほ銀行に入れに行こうと思います。じゃあ、はい、じゃあ2軒目ね、みずほ銀行の ATM 着きましたので、入金していこうと思います。入れていきます。今ね、郵便局から下ろしたお金をね、ゆうちょ銀行からね、みずほ銀行の方に移しましたけども、これね、3つとも通帳記入してみたんだけど、ちょっとね、今回はね、使用料の、ね、振り込みはなかったですね。ということでね、残りね、3つのメガ版の方ね、通帳記入ってみたいと思います。やっていきます。じゃあ、ということでね、2件目ね、三菱 UFJ 銀行の方ね、こちらもね、通帳が2つありますんでね、通帳記入ってみたいと思います。こちらの方はね、使用料がね、たくさん振り込まれてると思いますんで、ではね、確認してみたいと思います。ちょっとこのいつもね、UFJ 混んでるんでね、ちょっと行ってきます。じゃあ、はい、ということでね、こちらもね、UFJ 銀行の方もね、通帳記入してきましたけどもね、どちらもね、ただいま通帳に取り、記入する取引はございませんということでね、残念ながらね、視聴料の方入ってませんでしたので、ね、あとはね、まだ理想だとね、住友、三井住友残ってますんで、ね、そっちの方もね、通帳記入していきたいと思います。じゃあそっち向かっていきます。じゃあ、はい、ということでね、ゆうちょ、みずほ、UFJ で回ってね、4件目ですね、リスナー銀行のね、こちらも通帳記入の方ね、していこうと思います。こちらはね、パット口座、JRA のパット口座もあるんでね、通帳が3万円あるんで、記入はね、絶対あるんですけど、視聴料の方ね、入ってるかどうかね、確認していこうと思います。じゃあ、行ってきまーす。ということでね、リスナー銀行の方もね、通帳3枚あるんで、通帳記入しましたけどね、視聴料入ってませんでした。ちょっとね、GRA で使い込んだ3000円が消えてたっていうね、また3000円追加で入れておきましたけど、残りね、三井住友 UFJ の方ね、行こうと思います。まあ、そっちはね、視聴料入ってると思うんで、入れていくんやと思います。じゃあ、じゃあね、3件目ね、三井住友銀行着きましたんで、じゃあ今日最後ですけどね、通帳記入したいね、おそらくね、視聴料入ってると思うんで、期待してね、通帳記入しに行こうと思います。じゃあ行ってきまーす。はい、ということでね、最後ね、三井住友銀行の方のね、通帳記入も終わりましたけどね、こちらもね、1円も振り込まれてませんでした、視聴料。そうなってんな、今月ちょっとみんな不景気やったんかな。ちょうどね、来月またね、視聴料、皆さんね、視聴料ね、たくさんお待ちしておりますんで、何とぞね、よろしくお願いしておきます。ということでね、また来月、ありがとうございました。さよなら。
はい、今日ですね、令和5年6月20日ね、16時を回ったところでございます。夜勤の2日目が終わってね、今日は20日でね、給料日やったんでね、夜勤の給料日やったんでね、ちょっと給料料金やってたんだけどね、視聴料1円も入ってなかったわ。ということでね、心はね、皆様からね、視聴者のね、お振り込みね、どしどしお待ちしております。ありがとうございました。いや、ジャブラ簡単だわ。